僕が多分、うん、まあ過疎特有のやっぱり向き合い方してきたから、うんうん、私はごめんリスナーからバッて来ちゃったからもう初めから閲覧すごかったから、うん、過疎っていうのはもうほとんど仲いいから、うんうん、だからまあ自分がやることによってリスナーコメントしているって感覚だからいちいちもうそんなリスナーに何があろうが私は関係ないってことだった。そんなことないよ、うんね、いつも聞いてるようにごめんねポポポ、ね、確かにリスナーが、うん、例えばポポポはたまたまだけど、うん、もう毎日普通の配信者誰も気にしないよそんなことはっきり言って、まあ、気にしてたらもうキリがないよもう一人一人もう全部そうやって言ってたらノーって言ってたらうんごめんね、ポポね、ほんとねでもそれはまあ、僕のいいところなのかな、うん、どうなのいいところって何がだからリスナーがなんかあったら、うん、もう心配してっていうそういうコメント見たことないけどねあなたの配信で見てる限り多いよそうなの私ほら、こうちゃんの配信見始めたのつい最近だから大手の枠はメンヘラが少ないのかなメンヘラ多いよ大手の枠でもほらコメントが流れるからほら自分のさ市場まで書かないんだよだからメンヘラっていうのは基本的に構ってほしいでしょ構ってちゃううんでも大手っていうのはもうコメント読まれないのも当たり前ぐらいだからリア充が多いのかな、うん、だから読んでもらえることにありがたいって感じなんだよねあ名前読んでもらえたとかさだから読んでもらえないのが当たり前じゃんうんそう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 っていう部分だとメンヘラはいないのかな、うんうん、いるでしょ多少本当は聞いてほしいじゃん聞いてほしいけど名前読んでくれただけでさありがたい、うん、だから聞いてほしいリスナーはやっぱ過疎枠に逃げてくじゃんうんだから聞いてほしい人はそうよねうん確かにね読んでもらいたいし聞いてもらいたいとかあるんじゃないの、うんうん、多分僕は頼りがいがあるからは僕のとこ集まってくるははいうんはいあんまりさ市場書いてないじゃんかおちゃん愛子さんはそんなこと言っても、うん、そうなんだね、あの、次の日。私さ、向き合ってるよね、いつもね。次の日には。あ、クミ、久しぶり。ちょっと元気、ちょっとクミ。ずっと心配してたんだよ、クミ。愛子さんに、そういうこと言ったところで。ありがとう、魔法のダイス。クミ、元気だった本当。いや、本当元気だった。私来ないかと思って。愛子さん。愛子さん。いや、ちょっと本当に会いたかった人がさ、来てくれたから。ありがとうね、クミ、本当。愛子さんに言ったところで、うんうんそうなんだで終わらされるから、うん、多分なかなかそういう人来ないんだねそういう人ってどうでも俺が言ってるのはかっこいいその押しマークつけてるかっこいいでしょうんそうだよポポポぐらいは、うん、ね相談なまあそれはまああれか余計なお世話かそうだよもう今この状態自分解決しなきゃいけないでしょそんな人のことよりんありがとうね人のこと心配してくれてねやっぱ頼りがいあるんだろう僕自信出てきたみんなやっぱりねそうかな僕に甘えるもん寂しい、泣いちゃうとか、うん、みんな甘えてくれるもん。で、俺やっぱ。書いてないじゃん、みんな。いや、あるよ。今はないけど。よくあるよ。そうなの？うん。よくある。ここ最近さ、見てるけど、そんなの全然ないよ。あるよ。どうしたの？って俺は聞くよ。うん。そうなの？当たり前じゃん。もう風邪ひいた後だけで、うん、次来たら、風邪どう？って言うからね、僕は。そうなの？うん。うん記憶力がもう凄まじいのかな、ね、僕ってまあまだね若いからねうん、うん、もう全然記憶できない愛子さんあるよでも多少はしょうがないじゃんもう多少つか全てじゃないのはで最近どんなリスナー例えばリスナーのことなんかないなんか出来事はぁじゃなくて何出来事じゃ自分のところのリスナーの出来事ないなんかうちになったらあるよあこっちもいるよ妊娠5ヶ月目で来週男の子か女の子が検診で行ってきますって言っていたよ昨日うんあ妊娠5ヶ月でうんそれで来週の検診で男の子か女の子がちゃんとそうよ問題出していいはぁもうなんでリスナーのなんで問題なのもうおかしくない愛子さん昨日ね、うん、愛子さんの枠に来て、うん愛子さんが、うん、あこの前行ったらゲーム配信してたねって言って、うん、でその子喜んで、うん、ロケット投げたんだけど、うん、くれたよその子の名前はかわいそうじゃんそんなこと言っちゃうよ水だよ水じゃないミユだよあミユだミユだいたいたムカつくこ
いつムカつく。よく覚えてんね。そうだミユだ。把握してないじゃん。把握してるよ、うるさいな、もうクイズとか言ってもバカにしてるよね、みんなね。なんで僕人の枠のことまでそんな覚えてるの。ほんと覚えてるのね。私のリスナーより自分のリスナー覚えなさいよ。ん、自分のリスナー。愛子さんの枠って、うん、何、ん、把握しやすい、簡単、複雑じゃないもん。分かりやすい。みんなそうよ、みんな可愛いよ、うん、うん。愛子さんの枠ってさ、うん、ね、愛子さん可愛いとかさ、そのこと言ってただけじゃん、うん、何もないじゃん、もう。何もないって何？内容がないよ。いいじゃん、それだって、うん、みんないいよ、うん、嬉しいもん。だからそういう単純なとこに行き着きたい。え、何？そういう単純なところに行き着きたい。うん、何、じゃあかっこいいとか言われたいの？違う違う、そういう、なんていうのかな、何、まあ愛子さんが単純だからこそなんだろうけど、うん、単純だよ私。僕が考えすぎてるからこそ、うん、いろいろ振り回されるんで、うちは。そうなの、うん、その、でも考えすぎだよ。考えすぎだよ、本当に、うん、本当に考えすぎてる、うん、だから私もね、1年配信始めて1年頃すごく考えて、いろいろ悩んだよ。考えれるの愛子さん。いや、私もう何度やめようかと思ってさ、去年やめたのも1回。何でやめた？配信引退しようと思って。なんで？いろいろあった。いろいろって何？だからもうほら、全部さ、さらされてさ。家も？家もそうだよ。家でもさ、さらされて、今度さ、うん、なんてバイト募集とか言ってさ、かかってきてさ、うん、私バイトのなんかね、面接なんかしてませんっつって、すごくて、うん、そんでもううち、もうね、もう家で外しちゃおうっつって、うん、外したりとか。家族がいるから余計あれだわね。そうそうそう。宅配とすごかったよ、もう、まあ、宅配5、6件でしょ。あと救急車、あ、救急車、消防署、霊柩車、うんうん、葬儀屋、すごかったよ、うん、全部来たもん。何ヶ月やめた？それはもう配信始めて半年ぐらい。すごかったね、うん。で、やめ、引退して何ヶ月やめたの？引退して1週間。それはある人がファンタ投げるから復活してって言われて単純でしょ、愛子さん。単純だから羨ましいんだよ、僕は。じゃないよ。で、何ヶ月やめてたの？2週間ぐらい2週間ぐらい2週間ぐらい、うん、で、そういう状態から今落ちて、どういう風に変わったね、だから時間が解決するんでしょ。もう変わったね、だから愛子さん変われないもんね。でも変わったよ、配信スタイルはね、もう本当復活してから変わってない、ね、でも、キチガイやってないもん。キチガイやってるでしょ。昔は意識してやってたの？いや、意識してない。でしょ、変わってないじゃん。いや、でも今もうやってないから、そういう配信は。昔は愛子さんブームでいろんな配信者と絡む機会が多いから、気違いを発揮する機会が多かったんだけど。だから喧嘩を、だから私をわざとさ怒らすのよ、光とか。それで、うん。あ、フェニース、フェニー、そうだよ。おはよう。俺のこと、うん、よくご存知。10個、ナイスナイス。まゆちゃんってうちのリスナーじゃないの？いっぱいいるよ、まゆっていっぱいいるよ。もう全員流れていくじゃん、愛子さんとこに。いっぱいいるよ、まゆちゃんって。全員取られるわ。うん、ごめんね、ポポ。おい、ブッポ。ポポポ、ごめんね。ブッポもお前。誰、ブッポって。ブッポってさっきコメントしてたやんけ。うちのリスナーやぞ、ブップ。ポポポも。ブップ。マユもそうだよ。いないよ、ブップなんて。ブップいないよ。なんで流れてくのかわからないな。売名ですか？売名じゃないよ。なんで怒ってんの？そんな自由じゃん。じゃあ、ま、僕旅してる時が飛んでるの知ってますよね。知ってる知ってる。うん、閲覧さん。で、愛子さん、最近僕と絡んで飛び始めたじゃん。絡むちょっと前からだよ。え？絡むとちょっと前じゃない、絡み出してからだよ。全部流れてるじゃん。そんなことないよ、ね、いい加減にしてよ。売名ですか？ありがとう、愛子さん。売名じゃないよ、あなたが売名したいって言ったんじゃん。はい、焼肉食べたいから。あ、花火師狙いですか？焼肉ごちそう。花火師狙いですか？ああ、狙ってないよ全然。
うさた誰一人流れてこないけど、うさた、さっき花火飛んでねえわ。飛んだじゃん。誰だよ。ゲイボーイ。ゲイボーイっていうのは僕その前から絡みがあってもらってたんだよ。だってあ、私に最初投げてくれたんだよ。ずっと何ヶ月前。もう結構前だよ。何ヶ月で初めて花火。何ヶ月前覚えてないけど、いきなり初見。何ヶ月前か、ね、初見です。大体何ヶ月前か言ってもらう。英語いつだろう、投げ始め出してる。でも本当に初めて買った花火が愛子さんに投げてます。だから何ヶ月覚えてないよ、そんなにいちいちね。あ、ありがとう、そうだよね、まゆね。ブップ、お前だからブップっていないよ。ブップいるじゃん、ここに。誰ブップって。埼玉のブップだよ。 あ、そうなの。埼玉のブップって知らないけど。